どうもミッツ&ドーナツです。今日の動画のタイトルはハイドン。ブリのコッコ、かわいい美女が釣ったよ。ガヤだ、ガヤガヤ、なんかこれまどいわっていうらしいです。よし、せめてガヤ一匹釣って帰ろう。ミッツ&ドーナツです。今日の動画のタイトルはハイドン。なるかちゃんに案内してもらったモッタってことはタイトルの通りなんだけども、俺ここ来たかったのよ。これモッタ、モッタね、モッタ来たかったので、北海道の釣り会の人の中ではね、もうかなり有名な場所、もうでかいのも釣れるし魚も濃いし、ただ今日動画収録7月最後の日です。もうだから7月の最後から8月にかけて釣るというね。だからこんなとこでも夏枯れあるのかないのかって気になんない？とりあえず俺は投げ釣りでやるけど、なるかちゃんとなるおみちゃんはロックでやるから、さあどうなるかなってことだ。はい、どん。今日の仕掛けなんだけれども、毎度同じくこれ大和よ組縄からね、大和よ組は20号をミッキー糸としてハリス、これワイピンで出てます。で下がコマセネット仕掛けです。でこれ小樽名人会井上さんの仕掛けロッキーカフェで今ワイプ出てると思うんだけど、1組500円で売ってるんだけど、もう仕掛け作る時間なかったから、もう今回はもう全部井上さんの仕掛けです。もう釣れなかったら井上さんですよ。で餌が上カツオ、下バナメイル、でコマセネットの中は毎度同じく半解凍のオキアミです。で20センチ下にずーっとあって、重り30号なんだけど、これステイト5号でタコ糸つけてます。これなんでタコ糸つけるかっていうと、このナイロンとこの重りのこのね、よくみんなスナップ引っ掛けるとこ相性悪いんで、これ井上さんが考案したすごくいいアイディアなんで、ね、これで釣れなかったらね、もう全部井上さんのせいですから。ちょっと今なるかちゃんが今一投目よ。これ見てこれ、ブリのコッコ、かわいい、リリースだ、うん、リリースしてすげえ
皆さん一等だよ。ここに向けてキャストしてミスってこっち側に行って釣れたの。見たかやかや。ガヤでもいい。ガヤでもいい。あれ何頭ぐらいできたの？2頭目。よし、魚来い。行けるぞ。ここは行けるぞ。あんね、あれからね、4時間ぐらいやってんだけど、俺坊主です。これ安定だけど、これ坊主なんだよ。これ当たりはちょっとあんだけどさ、やっぱ夏枯れには勝てんのか思ったわ。もうちょっとやるわ。もうちょっとやるからちょっと見てて。もうちょっとね。みんな見たことあるか、これこれこれ。冗談とかシャレじゃないんだよ、これこれで絶対釣るから。これちなみにこの一頭一頭多分ね300円ぐらいかかってるから、絶対釣るから。これ見てねえよ、これ。皆さんの今のすっき漁港なんだけど、これあのマルカセレクションだから、これなんとこれなんとこれ4800円のあのフォンドボーが効いたこれラーメンと、これあの幻の米と呼ばれる、これ見てこれ、あのねあの山田のご飯だ。これ食べるか、これだけどね、こっちはちゃんとねのり玉なんだな。これダメだ、これもまがいものにしなきゃダメさ。まだまだまだだな。なるかちゃん取ってくれてから、これじゃあじゃあごっつ盛りや、あっとすっき漁港いただきます。うん、ポケレニアはうまいわ。別にでない、なんて黙ってるの。肉じゃがいいだけな。あ、まあ、ポケがかけろって、うるさいでしょ、ほんとね。うるさいんだわ、ほんと。また3万円逃した。なんか俺に出られたナルコちゃんって言ったみたいだ。なんだよこれ。何が赤いヒラメ、これ赤いトトでしょ、これ。もうダメだ、もう今日はもうダメだね。